1,2,3 メール TV さくらです。ゆかです。まかです。お願いします。お願いします。はい、ということで本日は好きなものをおーいパート3。今回はですね、未来ちゃんが体調不良でお休みなので、はい、3人でお届けしていきたいと思います。はい。まあでも未来ちゃんが食べる予定だったものもそちらに置いてあるんです。はい。今回食べるものめっちゃ紹介していきますか。紹介しよう。そうですね。はい、未来はみかん。はい。私はエビでございます。やばすぎ。めっちゃあるね。皆さんね、こちらのね、あのエビを大量摂取はちょっと皆さんねよく真似しないでほしいんですけれども、私はトマトでーす。いいねー。はい、トマトです。いやほぼ水やん。トマト。確かに、ね。ほぼ水のなしで失敗してるからね。いやまあそうそう、それがね、うん、本当にちょっと怖いよね。そして私はさきいかでーす。よおじさん。マジおかしいんだよね、なんかずっとおじさんだよね。駅伝の言ってあげて。え、まずチータラ、枝豆コーン、さきいか。おじさんすぎだろ。枝豆コーンまだ可愛かったけど。いやだから今回難しいのはそのどの量で同じ土俵にするかの。いやちょっと話しよう。それなとりあえず味変みかんにしない。味変は絶対みかん。味変はみかん。なんかさ、いつもさこうやって食べてたけど、じゃあ人のなし今回。人のでも人のは1回にしない。1回にしよう。じゃあ1回ね。いつも何回かあるけど1回にして、人の1回けど、あ、1人1回どれかしか選べない。どれかしか選べない。みかんは無限みかん。みけんみけんまあどうすんね、個数決めとかない。でもさ、はい、1個じゃない。でもさ別にさ1個でいいかも。誰にもさデメリットしかないわけだ。まあ確かに。だって未来が別に得するわけでもなく、自分が食べるのは別にいいんじゃない。でもただお腹がいっぱいになりますから、はい、そこは配慮しながらあれ決めよう。あ、そちらのね、どうする。140あるから、エビがさ20でよくない。え、ゆかのトマトは何かな。ゆかは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 か。でもさ20をさ5回食べるとさ100ってことでしょ。で20でよくない。20でトマト1個分ってこと。うん。え、無理。いや、いけるし。いや、うん、いや20でいいよ別に。ほんと、ほんとに。いや、いける気がしてるんだけどな。17にする。17にします。うん、その17個でゆかの1個、1個分。はい、ゆかはもう絶対1個じゃん、はい、そう考えても。で、さきいかなんだよね。問題です。で、さきいかさ、一回さ、開けていい。あ、いいよいいよいいよ。多いんだよね。ゆくさっていうな、今から食べんのよ。半分やな。半分で1。半分じゃない？いいの。半分で1個でいいの。半分で1個でいい。じゃあ、1袋食べたらトマト2個分で。はい、うん、では、こちらで負けて。多分みんな戦いきついね。え、きついよ。今回結構きつめかもね。めっちゃきついよ。やるとしたらさ、みかんもさ、1個じゃん。みかん1個食べた人はさ、1個換算してあげるにする。え、1個はさすがにちょっとチートじゃない。確かに1個半だね。多いってこと。いやでも1個でいいんじゃない。1個でいいんじゃない。1個でいいね。え、まあ、え、これは、え、もう関係ないにする。限りを決めよう。あ、限りを決めて。確かに限りを決めて、それを換算にしよう。換算にしよう、うん、2個でよくない。じゃあ2個にしよう。1人2個まで、うん、2個まで。で、1個食べたら1個換算。うんうん。てか取っての時言って。ではいきますか。はい、あ、レッツゴーよ。はい、せーの、レッツゴー。今回は何時間、何あー決めましょう。時間指定は時間指定あり。1時間でいいか。じゃあ1時間にしましょうか。で、30分経過したら、はい、調味料 OK。 わかりました。はい、じゃあ行きますか。行きましょう。せーの、いただきます。え、このままきつ。いや、待ってよ。きつい。味ないね。はきいかさ、顎やばい。あ、そうだ、顎死ぬよ。このままずっと食べ続けてた。なんかお話ししながらさ、食べよう。うん。前回いつだろうね、あれ。え、だいぶ前だよ、夏だよ。夏だっけ。ゆかがそうめんってことは夏か。うん、うん、言った。言ってみて。いや、取らないか。はっ、ほんとに味しない。いや、もう無理。飽きなすぎ。いや、わかんない、飽きた。え、早くね、え、まだ終わってないの、一袋。終わってないよ。これ意外と時間かかるかも。あっ、いや、さきいか結構しんどい。普通にこんなにあんだよ。いや、マジ4分の1で1個でもよかったかもしれないよ、さきいかって思ったぐらい。うん、おあ、無理だこれ。でも負けだ、普通に。でも私もうね、味変したい、この後。だってさくらさ、それ終わったらさ、2でしょ。トマト食べる。私もじゃなくて、さきいかがいい。ええー、いや、そりゃそうだろ。おいしいね。そうだろ。さきいか食べたいと思えないんだけど。うちのプロ食い見て。吹くんだけど。すみません、ちょっと早めからごめんなさい。早すぎる。でもさ、ぶっちゃけみかんってさ分かれてんじゃん。みかんエビ、みかんエビもありってこと。え、ダメだよ、ダメだよ。みかんって決めたらもう、これを食べてる時はもうみかんを貫かなきゃダメ。うん、ちょっと一個。ち
ね、ストイックで。でもさ、さくらもう2終わってんだよね。うん、さくらもう2終わってんの？2終わってる。今3？なんかさ、うちが異常みたいな言い方するけど、あんたらが異常やで。って言ったけど、遅すぎよ。いや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 。一回やればわかるよ、さっきか。うち、この後するわ。ごめんね、トマトに目がなくて。トマトどう？うまいよ。うまいけど、コマコって1年計1個なの。そりゃそうだよ。うん。そりゃそうだよ。ねえねえ、もう一回一気食いしたら。無理無理無理。入んない、口に。まあ、顎が死んじゃう。なんか塩分過多で死ぬかも、私今日。死ぬよ。でもさ、みんなさ、何かに怯えながら食べないといけないね。そうなの、本当にそうなの。間違いない。今後に怯えながら食ってる、今。ねえねえ、やっぱあんこで2個にしない？さきいか、これ終わって私やっと1なんだけど。ゆかはいいと思う。9、ほんとに？うん、10。どう？僕がきつすぎる問題が起きてる。めちゃくちゃ見たね。そうだね、考え直したから。15、17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 
本当にない、本当にいいの、うん、いいでしょ。じゃあこれ食べたら2終わるってことか、うん、だからこれが4つ分1袋。頑張れる、うん、頑張れる。ありがとう、本当にいいよ。めっちゃエビうまそう。わかる、調味料 OK になったら絶対エビ食べよう。あー、なんかトマトの水分やば、やばいよね絶対。トマトって食べたら寒くなるらしい、体が冷えるらしい。ダメじゃん。うん、まだだろ。ちょっと先以外来た、行きます、これで来ます。さくらめっちゃ気散っとるやん。完全エビ怖いやん。あ、で、あ、今食べたわ。4、すごっ。前から何？3、3個目。でも先が結構お得で、これ食べたら2増えるからな。え、いいの、これ全部食べて。え、2増えちゃっていい、うん、ありがとう、いただきます。でも1枚じゃない、確かに1枚じゃん、確かにダメじゃん。いや、いいんじゃない別に、食べてほしいだけだろ。じゃあ2増えるし、いただきます。そしたらじゃあトマトはなしになる。え、トマト最初からいらないです。うまっ、サキイカ、うん、おいしいよね。でも固めのサキイカだね。うん、これはちょっとセブンのサキイカに近い。そっか、買うのか、そっか。でもさ、一瞬で減ったね。うん、ほら、ほら、え、すごい、うん、もう1個分ぐらいはいなくなったと思う。でも喋れ。はい、2終わりました。やっとね、一緒、やっとみんなと同じだ。ということで、みかんを食べます。本当にやばい、食べます。みかん冷たくていいよ、これ食べたら絶対みかん食べる。うん、この方がいい。食べ終わりました、みかん。でもみかんね、うん、3個以上無理かも。わかる、多分2個がちょっとちょうどよかったかも。うん、じゃあエビ食べるわ。マジで味ないのに。うん、私さ、エビいけんねん、味ない。うちでもね、どれでもね、全部一番食べれる自信ある、自分が。まあ、さくらね、エビ、トマト、3つ。待って、エビやばい、革命起きてる今。でももう1回しか食べないんだよね。そうだよ、あ、ちょっと食べな、ゆっくり30分かけて。急にサイコパス。美味しい、美味しい。え、そうか、ねえ、さくら早い、さっき食べる。みかんはいいよね、うん、食べ終わった4終わり、うん、げー、うちもう6。やばくない、さくら。じゃあ、マヨネーズさせていただきます。はい、いただきます。革命食べようか。どう？マジで何だっけ、本当に何やばい、無限です。え、うちこれ圧勝じゃない？サキイカごめんね、ほんと最下位で。サキイカはマジ最下位、言い過ぎだよ。サキイカ確かに無理だわ。4つ終わりました。あ、もうそういえば素晴らしい。じゃあドレッシングかけますね。いくよ、うん、そう、じゃあね、うん、でも結構変わると思う、ここまで、うん、確かに。うまっ、革命起きてる、うまっ。最初だけで私さ、震え起きてる。震え起きてんだけど私、なんか強すぎてさ、かわいそう。もうさ、今さ、ここにさ、ガムみたいになってさ、キーガムが入ってんの。あ、まだ入ってんの。あんま噛まなくてもいいと思うよ、でも、うん、飲み込んじゃえば、ある程度噛んでってこと。うん、ちょっとぐらい大きくても大丈夫ってことだよ。大丈夫。
ちょっと待って、今モニター見てさ、びっくりしたんだけど、ゆかがこうやって食べてるのにさ、はじめ二人やる気出しよ、死にすぎてやる気出せよ、もっとやる気出せよ、おめえらよ。一番左のやつ何なんだよ。あと何分ですか。あと14分。待って待って、もうみかんとトマト食べたらいいじゃん、私これ終わったら。うん7個目エビ何個食ってる。4。エビ4、うん、じゃあ一緒じゃん。うん、みかんも今トマト4だよ、すごくね。え、トマト4個食ってる。いやいやいや、エビ4個食ってる。今日これさ、大丈夫動画、うん、盛り上がりある。うん、全部盛り上がってる。まず気合い、盛り上がりあった。大丈夫、ドレッシングかけたら盛り上がる。少な盛り上がる。すごい。でもさ、その日によってちょっと違うよね。じゃあ今日ゆか結構高いよ。ゆかゆかに、ゆか高いね今日。ゲラだしね。うん、これ食べれば8。すごい。ねえねえねえ、あと10分ぐらい。ん、手止まってるよ、左。左って呼ぶな。その人名前で呼んであげて。ちなみに罰ゲームあるよ。え、さくら、そうやってさ、いやさ、先に言うな。そう、一応確信してからさ、その罰ゲームをさ、いちょっとエビちょうだい、エビちょうだい、じゃボケね、早く早く、あと10分しかない。早く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 。15、16、17、はい、17、はい、17。お前だけ面白いね。うちが入れるか。うん、いいよ、さくらに任せるから。はい。もうちょっとだね。はい、ああ行き過ぎたよ、絶対それはいらんわ。入れすぎ、確かに、マジ確認受けるから。うまマジで。いや、うまえ、それ、僕が食べ終われば 6?6、6、6。ゆかも食べ終われば6。もう、これ食べ終わったら6。うん、やっぱり、同点は思んないぞ、同点は思んないぞ、動画的に同点は思んないぞ、動画的に同点は思んないぞ。え、マジみかんちょうだい。みかん2つだよね。しょぼいね。しょぼいかな。いやいや、頑張ってるよ、頑張ってるよ。ねえ、エビ無限じゃないでしょ。1回でいい。ねえ、え、待って、エビ無限なんだけど。多分ね、僕が当てたんだと思う。でも、うちも1回でよかったんだよね、正直。3、2、1、終了。ということで、今回の結果7、7、8、サクチンの勝ち。イエーイ。でも無限ではありません。全然無限じゃない、ありません、うん、で未来がね、いてね、4人だったらもっと多分気合入ってた。いや、正直どうかな。次多分するんで、またその時にはもっといいやつ見つけようね。、うん、はい、頑張りたいと思います。次こそ頑張ります。はい、はい、今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。味ヤン、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。ごめん、ねえ、ごめん。本当です。いや、本当ごめん。ごめん、本当ごめん。